東方30センチシリーズ、酒井雄二さんモデリングコレクションゴジラ1995年香港上陸。全高が30センチで、全長がね、なんとまさかの51センチ。めっちゃ、でかすぎだろ。うわぁ、うわ、マジ、うわ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 、見た、今見た。え、待って、ガチやばいって。てか、逆だったな、箱。こっちだよな、こっちだよな、こっちの、バカ野郎だろ、もうゴジラのペクトライスメジャー。ゴジラのペクトライスメジャー。うわぁ。しかもね、この灼熱の部分ね、全部クリア成形なんだって。クリア成形、クリア成形で内側にシルバー塗装して、この灼熱を再現しているらしい。やばくない？いや、よくわかんないんだけどね、そんな専門的に言われても。値でかすぎんだろ。さすが30センチ、全高30センチなのね。超絶でけえ。さすが30センチシリーズ、酒井雄二さん造形コレクションゴジラ1995年、香港上陸のあのシーン、あの恐怖のシーンが再現されているという、奇跡ミラコレベルマックスどこじゃねえ。やっと見れるわ本物。ほんとずっと待ってたんだよね、注文したその日その瞬間から。あ、やばいやつだこれ。ちょっと心の準備していこう。これ絶対やばいやつだわ。マジか。え、待って、なんかもうガタイでけえんだけど、まあ、一瞬ガタイシーンに見えた。マジでブロリー、心の準備できた。オッケー。お前でかいんだろ、どうせでかいんだろ、どうせでかいんだろ。うわ、でっか。これがクリア、ここがクリア成形になっているところだよね。で、内側からシルバー塗装をして発光をイメージしている。筋肉のラインがすっげえ美しいんだよね、ペクトラリス。うわー、でけえ。ベンチプレスしたくなるんだ、これ見た瞬間に。すっげえわ。あと造形だよね、やっぱね。体表面の造形。なんだこれ、目がすげえ。これガラス玉入ってんかな。なんかめっちゃ綺麗。あ、ペイントか。シールかな。なんかすごい綺麗。キラッキラに描いてんだよね、メンタマゴジラの目が。怖え、かっこよすぎ。あと口、あのびっくりした、口間近で見たらさ、これやばくない？ゴジラの歯と口の中のこの上顎のさ、内側すげえリアルじゃない？ここ発光ギミックあったら最高なのね。発光バージョンとか出ないんかこれ。まあプレ版だから出そうだけど、こんなにでけえのに重量感はそんなにはないんだよね。全然あの重くない、なんか空、あの側尾でなんか空洞になってるから重量感は全然ない。背中側はこんな感じに、ちょっと待って、取り上がってきた。なかなか勝てるじゃないか、お前やるじゃないか。これが完成形のゴジラ。すげえわマジ、これもう芸術、芸術の領域。約3万円ね、値段は送料とか全部込み込みで約3万円のゴジラのソフビ。もうね、これ3万円の、ぶっちゃけ言うと3万円以上の価値余裕である。俺これ5万でも買う、余裕で。余裕で5万でも買う。すごくない？この表情。うわぁ、これ怠慢だわ、絶対。これすっげー強いわ。うわ、あと口だよね。口の中がほんとすごかった。口ん中やば。あと牙もね、めちゃめちゃこれ美しいんだよ、フォルムが。牙の造形わかるかな、この、あ、ちょっと見にくいんだけど暗くて、ちょっと待ってね、ライトライト。めっちゃ美しいよね、牙の造形。やば、口ん中本当にやばかった。あとはこの灼熱ボディだよ、灼熱ボディ。ここクリア成形だからね、クリア成形で中にシルバー塗装という迫力、光ってる発光の、発光のイメージを出してるんだろう、シルバー塗装。すごいな、シルバー塗装。これなかったらマジどんな感じなんだろう。ちょっとないバージョンも見てみて、シルバー塗装がどれだけ仕事してるのかっていう。あと、このね、鋭い、恐ろしくもあり、美しくもあり。戦ってみたくもなる、この、爪やばくないこれ、鋭い。すげえ、美しいな。でもこれに掴まれたら終わるだろ。人間にはない武器だからね、これ。人間には猛獣、こういう化け物系にしかない。欲しいなぁ、俺にも爪があれば。さらに高みに行けるんだけどな、こういう。すげえかっけえなぁ。まあ、でも、俺らには握力があるからな。俺らには握力。でも、ゴジラの握力とかも、ゴジラの握力半端ない。腕も太いから、あの、筋肉感もすごくいい。ゴジラの。このゴジラの筋、モンスターの筋肉感とかさ、すげえ好きじゃん。やっぱ俺らは。まあ、俺らはつか、筋肉マニアね。筋肉マニアすげえ好きじゃん。それも感じられる。すっげえ美しいフォルム。こんなにでかいのに、こんな軽いなんて信じられんわ。劇中においては、実際にはね、発光していない、この、尻尾のね、尾の背びれも灼熱塗装がね、施されているという、そして迫力が増していると。迫力増し増し。すげえな。え、マジこれさ、発光ギミック搭載してほしいんだけど、発光ギミック。電池入れてさ、スイッチ入れたらピカピカ光るやつ。あの、デフォリアルのさ、ゴジラあったじゃん、デフォリアル。あれ光って、あんな感じでさ、光ってほしくない？めちゃめちゃ、うわ、こことか光らせたいもん。めっちゃ、いや、これだけでもさ、十分光ってる感はあるよ。やっぱ、シルバー塗装。内側のさ、シルバー塗装のパワーできっと。あの、ないやつ見たことないからわかんないんだけど、俺たちのブロリー、マッスルシーンと並
めてみると、このでけえなこいつお前。ほんとさ、ほんとさ、マジでこの時の一番くじのブルー超絶でかいよな。このゴジラも同じくらいでかいんだけど、いやすげえ、こいつらバト対マンしてくんねえかなんか作ってほしいよね。ゴジラ VS マッスル神大巨人みたいな感じでさ、日本上陸、日本の街の中でさ、この大巨人のマッスル、こんなブロリーみたいなやつとゴジラが戦いまくるという。うわ、いいね。あのキングオブモンスターズみたいだな。キングオブ、あの昔ゲームであったじゃん、キングオブモンスターズ。俺めっちゃ好きだったんだけど、あんな感じでさ、街の中であのプロレスみたいなことするっていう、最高だよな。このゴジラとマッスル型してすっげえかっけえ。いや、マッスル型神とゴジラの並びやばくない？これ並べて飾りたいな。実際開封してみてすげえびっくりしたのが、まあ灼熱とかもびっくりしたんだけど、やっぱネットの画像とは全然違うじゃん。でもね、この目玉がすごい綺麗でびっくりした。あの目玉のクオリティ引き込まれる。この目玉はゴジラの灼熱部分の細かいところもすっごい美しいんだけど、いやーほんとすごいなこれ。マジ鳥肌立つ、美しすぎるわ。芸術、ほんとアートだよねこれ。もうね、アート、もう完璧なるアートだよ。ただのソフビ人形っていう枠をちょっと通り越してる。これ芸術、歴史に残ると思う。これ博物館に並べられるでしょこれ。完璧だったなこのゴジラ。でけえし、やっぱこれぐらいでかくないってな、30センチぐらいは最低でも欲しいよね。ゴジラとかさ、怪獣系はやはりこれぐらいでかい方が、うわすげえ。筋肉との並び、筋肉人型筋肉、怪獣型筋肉、いいね。ダブルペクトラリスメジャーじゃねえか、バカ野郎。これベンチプレスして、いやベンチプレスしてくなんだこれな、マジで。トレーニング追い込みたくなるわ。最高のこの並びだわ。永遠に見ていたいこれ。超かっけえ。今日のプロテインさらにうめえな。このゴジラを飾って飲むプロテインすっげえうめえぞマジで。でもねこのゴジラね、あの全長がさ51センチ、奥行きがさ51センチもあるから、まあ、高さはなんとかなるんだけど、これ置く場所限られるよな。これ横に置かないと大抵の棚には置けないでしょこれ。横向きでこんな感じで置かないと大抵の棚には乗らないような奥行きがすげえあるから、まあ、尻尾取って飾るっていう裏技もあるけど、この尻尾が重要だから外せないよな、やっぱな、この長い尻尾。ということで今回は東方30センチシリーズのね、ゴジラの開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして並べてみて、すげえかっけえ。マジで本当にやばいぞ、鳥肌、見るたびに鳥肌が立つ。めちゃめちゃでっけ、あのブロリーと並べが最高だわ。一番くじのブロリー持ってる人はこの一番くじのブロリーとゴジラを並べる。さっきみたいにすごいから本当。そしてプロテインを飲む、そして鍛えまくると、知るほど鍛えると、ほほほ、かっこいいなゴジラのペクトレスメジャー、最高だったわ。このあのちょっと高いんだけど、やっぱり俺も迷った、正直高えな、ソフビで3万近くがちょっときついなと思ったんだけど、それ並みのっつうか、それ以上の価値があるから絶対買った方がいい。俺これ買わなかったら絶対後悔してたからね。後で買っときゃ絶対高くなりそうだし、これ将来的にさ、このゴジラプレミアついてすげえ高くなりそうだから、まあ買っといてよかった本当に。でもちょっと失敗したなと思ったのが、2個買えばよかったな、奮発して。いや1個ね、お父さんにプレゼントしたかった。これお父さんすげえ喜ぶ。まあお父さんデストロイヤーの方が絶対好きなんだけどでもこのゴジラプレゼントしたら多分泣いたわ。ない、絶対な、もう、ちょっともう一個ゲットしてプレゼントしよう、お父さんに。絶対喜ぶわ、このゴジラ。超絶かっこよかった。めっちゃこんなクオリティ高いんだね。もう、今のさ、昔のソフビのでかいやつとかも俺結構持ってるんだけど、それぞれにさ、いいとこはあるんだけど、まあ、あと好みの問題もあるしね。でも俺は、この最近のでけえソフビの方が好きかな。めちゃめちゃもうクオリティが、やばすぎる。これ、本当に素晴らしいわ。灼熱塗装、ほんと光らせたくなる。スイッチもうつけたい。ほんとパチって。パチってつけて光らせたい。暗闇の中で。このゴジラ。で、このライト見ながら寝たくね。トレーニング終わった後、追い込んだ後。すげえ癒されるぞ、これ。いや、光るやつ出してほしいな。プレ版出してくんねえかな、ほんと。プレ版限定でさ、光るやつみたいな。光るゴジラ。このままの造形ね。俺この造形めっちゃ気に入ってるから、このままの造形で、香港上陸完全再現光るみたいな感じのさ、めちゃめちゃ、まあ、これでも十分光ってんだけどね。めっちゃほら、めっちゃもうシルバー塗装が、これシルバー、これだよね、このシルバー。表面にちょっとパラパラって出てるやつ。内側からはみ出してるんだよね。これで、あの、発光を、イメージつか、発光の迫力を出してるっていう。このラインとかも光ったらすげえぞ、これ。このままでも十分やばいんだけどさ、ここのライン。尻尾ストリームラインすげえ光らせたいわ。絶対かっけえと思う。最高のゴジラだったな、このソフビ。このでけえソフビシリーズどんどん出してほしいね。東方30センチシリーズ。このゴジラ違うカラーバージョンも出してほしい。ちょっと違うやつ。特別カラーバージョンみたいの。最高だった。ダブルで並べたい。超絶かっけえ。このでかい迫力機。ありがとう、ゴジラ。いいゴジラ。来てくれてありがとう。俺の部屋に。最高だって、ゴジラ。一緒の宝物にしよう、これ。めっちゃかっこよかった。あともう一個買って、お父さんにプレゼントしよう。絶対喜ぶわ、これ。